YouTube 動画でもこうやって見せると大体白飛びするというわけで、遠くからでもドーンと目につくおしゃれなデジタル時計欲しいなーって思って早数年タイアップです。でけえビッグデジタル時計ご紹介します。今日から YouTube 自主映画道を歩み続け早18年。あの日一つの決断をした。それは自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ準備はいいか監督、お前の底力見せてみろよ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 フォト OK、 ヤシ OK、 よーいスタート。部屋に時計を置いていないから基本スマホで時間を知る、またはアレクサ今何時？午後8時22分です。ありがとう、アレクサで時間を知る。どうも監督です。はい、というわけでですね、冒頭でもお伝えした通り、部屋にですね掛け時計というものを置いておりません。スマートフォンかアレクサに時間を聞くというのが多いです。向こう側に Amazon デバイスを置いてるんですけども、ちょっと見にくい、そんな環境です。で今回紹介するのが時計にもなって目覚まし時計にもなってブルーキン大画面デジタル時計です。商品が届きました。大きな袋に入っております。えい、ダンボールだ。こちらドンドンドン、はい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 、なんでしょうか、これはメジャーですか。はい、トリセツが入っておりまーす。こちらでございまーす。こんな感じです。プラスチック製となっております。重さが 800g でございます。これくらいの重さです。横が 36cm、 縦が 15cm、 そして奥行きが 2.5cm となっております。大画面デジタル時計というわけで、でけー。電源なんですが電池でございます。はい、中に入っております。ちょっとね多く使うんですが最初から入っておりますね。すぐ使えますね。ちなみに電池は単4電池が2つと単3電池が4つとなっております。 AC 電源がないのでどこでもこいつを置くことによって好きな時に好きな場所に移動することができます。置き時計掛け時計両方とも使うことができます。こちら2つ穴がありますので掛けて使うこともできます。3とかはですね置き時計として使いたいと思っております。こちらなんですが、こうすることでこのまま置くという形となっております。板を持ってきましたのでこのような角度で置くことができます。液晶画面は LCD ディスプレイ、対比度が高くはっきり見える超巨大太字数字、どの視野からでも読むことができます。どうでしょうか。はい、こんな感じです。全視野対応ということで部屋の隅に置いて見えるのか確認したいと思います。初期設定をやっていきたいなと思います。設定と書かれておりますのでこちらを一回押します。そうしますと点滅しましたね。今は2022年、中押しすると時間が進みます。水曜日、はい水曜日、はい、というわけで設定できました。まずこれがですねメイン画面となっております。通常のメイン画面の他に目覚まし時計とタイマーがございます。順番にいきたいと思います。こちら時間と曜日、2パターン選ぶことができます。日付か温度ですと、今20度ですね。で温度は摂氏か華氏かで選択することができます。モードなんですが、ここ12、24、こちらを押すことによって12時間表記か24時間表記どちらか選択することができます。長押しすると月、温度、この状態だと5秒サイクルで日付と温度が表示される。監督は日付にしたいと思います。目覚まし時計、この目覚まし時計ボタンというところがありますので、こちらを長押しすることによって画面右下に AL1 と書かれましたらプラスマイナスで切り替えます。ちなみにメイン画面は秒数のカウントはありません。1分単位の表記となっております。というわけであと2分待ちましょう。47分にアラームが設定されました。あと1分でございます。さあどんな音が鳴るのでしょうか。さあ来ますよ。48で鳴ります。はい、どっか1個押すと、はい、止まります。スヌーズ機能がですね5分ごとになるような設定となっております。 A1 オンと書かれておりますのでオフにすることで設定をオフにすることができます。こちらの数字なんですが、この 1E が毎日なる設定、そして 2E が週1から週5でなるようになっております。そしてこちら 3E 週末ですね、土曜日と日曜日に設定することができます。
というわけで目覚まし時計が終わりましたので、続いてタイマー、カウントダウン、カウントアップを見ていきたいと思います。設定は0から29時間59分59秒まで設定することができます。カウントダウン終了後、BBE の音で90秒アラームが鳴ります。で、こちら搭載しております。では早速やっていきたいと思います。こちら、はい、一番下のボタン、タイマーと書かれておりますので、こちらを押します。はい、調整後はプラスマイナスを同時押しすることでリセットできます。同時押しで。はい、消すことができました。ここで、スタートをかけるのは、一番上を押すと、5、4、3、2、1。逆にですね、カウントアップすることもできます。こちらなんですが、プラスマイナスを2秒押しして、そうするとこれが変わると思うんですけども、温度にしまって、これ設定した状態で、タイマー設定をすると、スタート。しますと、温度状態だと、こちら、カウントアップ、数字が増えていく機能になります。例えばですね、激辛を食べて、食べました食べました、時間はどれくらいかかるのかっていう時には、こういうカウントアップというものもできます。プラスマイナスを両方同時に押すと、リセットすることができます。はい。裏側なんですが、ライトオフフリーダムというわけで、こちらを電気を消してみたいと思います。はい、一旦ちょっと全部の照明を消しますと、けども、こちら一回押すことによって、こんな感じでライトアップしてくれます。この機能がですね、裏側についております、ライトオブフリーダム。こちらですね、オンの状態で触るとさっきみたいに光ります。そして、なんかちょっとおかしいなと思ったら、この後ろにですね、リセットボタンがありますので、針でチクッとやればリセットすることができます。購入日からですね、約1年間保証がついている商品となっております。はい。ちなみにですね、最初にご紹介しましたこちらなんですが、壁掛けの穴のサイズの部分と一緒ですので、一回こちらで目安で壁にね、こうつけて、ここね、グリグリ穴を開けて、これをね、掛けることで、いい感じに使えるかと思います。はい、というわけでですね、時計表示、目覚まし表記、そしてタイマーですね、カウントアップ、カウントダウン、両方できます。というわけでですね、操作パネルに関しては、こちらの1、2、3、4、5、6、組み合わせて設定することができます。多少クセはあるにしろ、でもおすすめでございます。で、カラーはですね、ブラック、そしてブラックライト、ホワイト、ホワイトライトという、全4種類ございます。こちら、ブリーキン大画面デジタル時計なんですが、おすすめな方はですね、メリットとしては、とにかくでかい時計が欲しいって方はですね、いいですね。存在感が相当離れてるこの文字盤はかなりね、見やすいかと思います。LED ではなく LCD なんですが、特にですね、見やすさに関しては結構濃く対比されていますので、かなりいいと思います。このでかい文字盤、見やすいかと思います。デメリットとしてはですね、こちら電波時計じゃないので、時刻のこの表記に秒数とかは映りません。ただ、カウントアップ、カウントダウンに関しては秒数表記が出てきます。はい、というわけでですね、今回商品提供させていただきました。こちらのブリンキンのデジタル大画面デジタル時計。こういう時計って結構値段するかと思うんですけども、5000円以下で買えちゃいます。トンと置いてかなり見えるかと思います。購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、今回ご紹介しましたデジタルビッグ時計。興味がある方はですね、概要欄をご覧ください。この監督ラボではですね、監督がいいなと思った商品、ガジェットを紹介しておりますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録お願いいたします。では、また次の動画で会いましょう。でけえビッグデジタル時計。なるほど、なるほど。こちら、こうか。これカメラで見たら逆になって、逆に見えないか。温度。温度69。これ、摂氏、生じか。はい。2E。わかりました。わかりましたよ。サムネ撮りまーす。シュー。